ーの元日本代表で、J1 鹿島アントラーズで長く活躍した MF 元山正史、43、が1日、現役引退を発表した。鹿島、広島、鹿島スタジアム、前に鹿島同期入団の中田浩二氏とトークショーを行い、昨季で現役は辞めると決めさせてもらった。今後はいろんなことにチャレンジできれば、と話した。ドリブルを武器に東福岡高で全国総体、全日本ユース選手権、全国選手権の3冠を達成し、1998年に鹿島へ入団。99年世界ユース選手権で日本の準優勝にも貢献した。鹿島では主力として数々のタイトルを獲得して黄金期を支え、J1 通算365試合38得点。2016年に当時 J2 の北九州へ移籍し、昨年はマレーシアでプレーした、共同。